ありがとうございます。断捨離するくらいなら、じゃあ欲しい人います？いや気持ちいいですね。すごくないですか。僕がお世話になっているケンジさんと、あのズームライブ。どうもショピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。動画のコメント欄でちょっとずつあのコメントをいただいてるんですけど、あのついに28歳になりました。ありがとうございます。そうですね、そっちじゃないですね。こっちですよね。これです。この度チャンネル登録者数が7万人いきました。ありがとうございます。あれ、僕今何て言いました？7万人って言いました？気が早い、気が間違えた。チャンネル登録者数7000人いきました。ありがとうございます。今から7000人をネットで調べると、こんな感じで7000人って入力して検索すると、7000人の遺体、病院の敷地内から発見、かつてあった精神病院の移入。気を取り直していきたいんですけども、下の方に行くと7000人の大お茶会とかですね、チーム8新メンバーお披露目会7000人から大歓声とか、人口7000人ってどんな感じ、八丈島の人口と同じぐらいと、7000人ってすごいよねと、あの方が言ってらっしゃいますね。この YouTube の中での数字だけ見ると、まあやっぱまだペー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 なんだと思うんですけど、もうちょっとこう視野を広げてみた時に7000っていう数字を見ると、結構すごいんだなっていうのが分かりました。まあ、もちろん7000人がゴールではなくて、これからも1万2万5万10万っていう感じでステップアップしていくつもりなんですけども、今回一応区切りの7000人に行きましたので、今回こんな感じで動画で改めて挨拶をさせていただきます。で、この動画がチャンネル登録者数7000人いったり、一つの動画で再生回数が3000、4000、5000回、6000回いったり、あと一つの動画に対するコメントも20個から30個、40個、50個って増えてきているのは、僕の実力では全然ないですし、このドラちゃんのこの4次元ポケット、何気についてますけども、これのおかげでもないですし、この動画を見ているあなたの一人一人がこう見てもらって、ポチポチコメントくれたり、チャンネル登録ボタンポチポチ押してくれたおかげなので本当にありがとうございます。なので僕からもあなたにどんどん喜んでもらえるようなことをしていきたいなと思ってます。まあこの動画をこれからもちょっとシェアしていくっていうのもそうなんですけど、なんか僕なりのあなたになんかこう喜んでもらえるようなこと何かなって考えた時に、そのメルマガでメンタルトレーニングをシェアしていくっていうこともありますし、今までゴミ箱に捨てていたんですけど、こういったもの、読み終わったものだったりとかっていうのはどんどんこう視聴者のあなたに還元させていただこうみたいな、プレゼントさせていただこうっていう感じで、まあこれからもやっていきます。そう、線引いちゃったりしてるんですけど、これとこれ僕が好きな FM ラジオの番組が作った本なんですけど、平均的なサラリーマンの成功する方法みたいなのが書いてあります。この2つをちょっと今回プレゼントさせていただきますので、もし欲しい方がいたら応募していただければと思います。ちなみにあのサインとか何も書かずにこのまま送らせていただきますので、はい、よろしくお願いします。そうで、あとこちらですね、こちらよいしょ、ブランドはこれです。読み方わかんないんですけど、はい、これのクラッチバッグです。こちらも随分使ってなかったんですけど、それは何でかっていうと、プレゼントしようと思ってたんで、こちら、はい、まあこれから夏ですから、こういう感じでクラッチバッグ持ったら結構おしゃれなんじゃないかなというふうに思いますけども、こちらももうほんと7000人いった感謝の気持ちとして、あなたにプレゼントさせていただきますので、応募してみてください。本当にこのままこの状態で、何も書かずに掃除とかもせずにお渡ししますので、はい、よろしくお願いします。まあ実質的に視聴者を釣ってるっていうのはあると思うんですけど、ただ僕これはプレゼント企画のために買ったのではなくて、自分が使うために買って、で使わなくなったから断捨離しようと。で、断捨離するくらいなら、じゃあ欲しい人いますっていう感じのプレゼント企画になりますので、普通のプレゼント企画とはちょっと違うのがこのチャンネルの面白いところかなというふうに思っております。ここで終わってしまうのはちょっと寂しすぎるので、今から場所にまつわるお話をちょっとさせていただこうかなというふうに思います。はい、まず僕が来たのが東京駅でございます。東京って言ってもこの丸の内のあたりです。いやー気持ちいいですね。続いてこういうところなんですけど、
こういうところも本当に何だろう、まあもちろん木々が多いっていうのもありますし、ちょっとこうやって歩くともう景色がズドーンっていう、まあ、あんまりこの画像からはズドン感が伝わってこないと思うんですけど、あそこに座っている男性みたいに永遠にこう眺めてられるっていう、ちなみに今回の、まあ、今この動画を撮っているシーンという趣旨が全く説明できていなかったんですけど、今回、まあ、今こうやって動画を撮っているのは僕が好きなところっていうのをちょっと紹介しております。なんで僕が今回の動画で好きなところを紹介しているのかっていうその理由はまた次の場所行ったところで説明したいと思います。まずい、今日も超神通し。続いて僕が来たのがこちらです。新橋でございます。新橋の中の汐留って感じなんですけど、この高いビルしかないっていう感じ。なんか遠くの方にズドーンって立ってるのを見るとすごい気持ちがいいですし、観光地とかではなくてオフィスビルなので、やっぱこういうところに来ると僕もよし仕事頑張るぞっていう気持ちになります。あとここはその観光名所ではないので、これだけ綺麗な建物が立ち並んでいるのにもかかわらず人はほとんどいないんです。まあ音はすごいうるさいですけど、機動力の高さっていうか身軽さっていうのもこの汐留の好きなところです。そして汐留の中でも特に僕が好きなポイントがこちらです。この広さですよ。すごくないですか。僕はじめはここのエレベーターからぐーっと上がってきたと思うんですけど、このエレベーター上がってこの空間見た瞬間に、あ、見つけちゃったって思いました。で、まあ、ここでパソコン作業して、で終わってここに出てきて、ずっとこれをこうぼーっと見るみたいないうのをやるのが僕趣味ですね。好きですねここは。そして新橋のこのエリアはもうこっちの方の視界がズドーンなんですよ。で次に僕がお気に入りでよく行かせていただく場所は、増上寺です。浜松町駅から徒歩10分ぐらいにある増上寺っていうところなんですけど、ここは僕が仕事で近くに寄ったら必ずと言っておうど寄るポイントです。あそこもやっぱ入った瞬間静かですし、もうズドーンと視界が開けますし、来ている人たちもなんかパーティーしようぜイエーイみたいな感じじゃなくて、いいねみたいな、こう日本の文化を味わってきてくれるような方たちばっかなので結構静かなんですよ。あとは先日京都に行かせていただきましたけども、京都はもう最高でしたね。僕が歩き回ったのは、まあ、早朝朝6時とか7時ぐらいだったので人もいなくて、すごく静かですっきりしたなっていうふうに思います。まあ、今回の動画で何が言いたいのかっていうと、さっきもそうですし、まあ、ここもそうなんですけど、お気に入りのポイントに行くとすごいやる気がみなぎってくるんです。なんかだるいなっていう気持ちだったり、あ、税金どうなっちゃうんだろうなっていうその心配事とか、そういったものはなくなって、逆にこうなんか楽しいなとか、ずっとこの場所にいたいなとか、撮影したいなとか、そういう気持ちにさせてくれる場所なんです。なので僕は撮影する時っていうのは大体僕がやる気が湧いてくるっていう、そういうポイントに偏っちゃうんですけど、ちなみに今僕が一番どこに行きたいのかっていうと、ケンジさんが活動している場所なんですけど、まあ次の動画見ていただければ分かると思うんですけど、めちゃくちゃ開放感があってすごい気持ちよさそうなんですよ。じゃあちょっとケンジさんの動画ご覧ください。この動画を見ているあなたにもそういうポイントをちょっと見つけてほしいなっていうふうに思っていまして、まあ、あるんだったらぜひ教えていただきたいんですけど、ネガティブなことを考えなくなるような、まあ、不思議なポイント場所っていうのが必ずあると思いますので、もしあなたがあるのでしたらこういうところ、例えば美味しいケーキが食べられるカフェとかに行くとテンション上がりますとか、猫カフェに行くと癒されて疲れなんて吹っ飛んじゃいますみたいな、そういったものがあればぜひコメントで教えていただきたいんですけども、もしあなたがなんか最近やる気が出ないなとか、ストレスを抱えすぎて最近病んでますとか、就活がちょっとうまくいかなくて気分転換したいですって思った場合はですね、モヤモヤが断捨離できたり、すっきりしたり、ちょっとやる気が湧いてくるような、そういう場所ってあなたなりにあると思うので、なのでそういったところを探してみていただければなというふうに思います。で今回のその場所に関するお話も、僕が今教育ビジネスでお世話になっているケンジさんから教えてもらったことです。この動画を撮影している前日の夜にケンジさんがやっているプログラムの音声収録に参加させていただいたんですけども、そこでやる気ロケーションを探しなさいみたいなのがあって、そういえば僕が行ってるところってどういうところなんだろうって考えた時に、
よし仕事やろうっていう気持ちになってくれるので、ああそこはやる気ロケーションなんだなと思って、そうで、この動画を見てるあなたにもやる気がみなぎってくるんじゃなくて、別にやる気が湧くんでいいんで、そのやる気が湧いてくるような場所をさっと探してほしいなというふうに思って、今回動画を撮影してみました。ケンジさんとあのズームライブ放送をちょっとやってみようかなというふうに思ってます。あのやり方全然わからないですし、あのどうやって話していいのかもわからってませんなんですけど、ケンジさんとやってみたいと思いますんで、ぜひあの時間がある方はご覧ください。東京だけじゃなくて、その横浜だったり京都だったり大阪だったりってちょっとずつ広がってますけども、あ、ここはショッピンさんのやる気ロケーションなんだなみたいな感じでなんか思っていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで、今回もちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。ということで、明日はケンジさんとのズームライブ配信でお会いしましょう。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。あと7000人本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。